こんにちは。今日は絵本にカバーフィルムをかけていきたいと思います。うちの教室で使っている絵本、オックスフォードリーディングツリーというのがあるんですけども、これに合うサイズだとカバーフィルムは幅が25センチのでちょうど良かった、いいと思います。でロール状になってます。私が今回用意したのは埼玉福祉会というところが出している25センチ幅の50メートルのロール状のものです。あと用意したのはハサミですね。ハサミはカバーフィルムって結構粘着性があるので、ここがだんだん切れなくなるので、コーティングがしてあるものを用意しました。ちなみにキャナリーボンドフリーと言います。それから、ガーゼの布巾とかがあったら押さえるのに便利だと思います。それではやっていきます。一冊の本に40センチでいいと思います。40センチのところで切っていきます。縦25センチ、横40センチのカバーフィルムです。これを半分に折ります。そして手前も4センチほど折ります。この4センチ折ったところだけカバーフィルムを外していきます。表紙を下にしてちょうど中央に合うように置いていきます。ひっくり返します。そうするとちょうどここ1センチぐらい今くっついたところです。これを物差しで剥がしていきます。気泡が入っていることがあるので少し押さえておきます。言い忘れたんですけれども、ここの、これカバーフィルムを使い終わった後の剥離紙なんですけど、これをさ作業台の上に置いて、その上に本を置くと机に糊がくっつかないでいいです。では一旦剥がして、で表紙の方を仕上げていくんですけど、まずここの角のところを3ミリぐらい残して切り落とします。こちらも切り落とします。そしてこの中央のところにも切れ目を、この中央から2ミリぐらい離れたところに切れ目を入れます。こんな感じです。本は切らないようにしてください。こちらも今この部分を貼っていきます。表表紙の方が貼り終わりました。では今度裏表紙の方に行きます。こんな
感じに、ごく裏表紙です。こちらにまた半分を剥がしていきます。中央のところ空気が入っていることが多いのでよく押さえておきます。で先ほどと同じように角を切り落としていきます。切り込みを入れます。でこの余分なところは切っておきます。で表と裏と貼り終わりました。以上です。